丸亀ブルーナイターボートレースチケットショップ朝倉開設27周年記念2日目を迎えました。今日は午前中、丸亀市内では毎年恒例のハーフマラソン大会が行われ、アスリートたちによる素晴らしいレースが展開されました。そしてボートレース丸亀では昨日から5日間のミドルマラソンが開催されておりまして、今日はその2日目、こちらもお金のレースに負けない水面での熱いバトルに期待が集まります。その2日目の幕開けです。オープニングカードとなります水面上第1レース予選競争、ウェルカムブルーナイターオープニングレース、1号艇木山誠一、2号艇下出秀明、3号艇谷本浩二、4号艇入船幸子、5号艇曽根隆人、6号艇土屋千明、以上6名の対戦です。インコースには1号艇木山誠一、2コースにはこちらはキャリアボデーを変えての一走、2号艇下出秀明、その3コースには3号艇谷本浩二。ここまでがスローとなって引いて角1、4コース4号艇入船幸子、5コースには地元5号艇曽根隆人、サイアウト6コースには6号艇土屋千明、定番通り3対3に分かれました。第1レース予選競争、ウェルカムブルーナイターオープニングレース、インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。2コースがトップタイミング、ゼロライスタートは2号艇下出秀明、一周1マーク1号艇木山誠一に2号艇下出がここは引いていく、さらには2番差しは3号艇谷本浩二、向こう正面先頭ですが2号艇下出の差しが優勢、一定心前、2番手は1号艇木山誠一、3番手は3号艇谷本浩二に、外から4号艇入船幸子は追走。なお第1レーススタートは正常です。1周2マーク2号艇下出の外を攻める1号艇木山誠一、内側からは3号艇谷本も、ここは先頭は2号艇下出がキープ、2番手は外から1号艇木山、3番手は3号艇谷本、2番1番3番レースは2周目耐えています。2周1マークから向こう正面、先頭は2号艇下出、切り返すのは3号艇谷本、しかし包んでかわした1号艇木山ががっちり2番手、3番手は3号艇谷本、上位3艇は2番1番3番、しかしまだ2番手3番手近い状況、一定審査1号艇3号艇の争い、外からは6号艇土屋もそれを見せる格好、2周にマークです。1号艇下出に対して刺してくる3号艇谷本ですが、ややここはボートが暴れて、2番手は1号艇木山、3番手は3号艇谷本、上位体系2番1番3番最終周回に入っています。2コースからゼロライスタートでした2号艇下出秀明、1周1マークのサッシュハンドル、これが決まって現在先頭、2番手は1号艇木山、3番手は3号艇谷本、上位3艇2番1番3番となっています。2艇審判差4番手に6号艇土屋千明、後方5号艇4号艇で最終コーナーへと移ります。先頭は2号艇下出秀明、2番手には1号艇木山誠一、3番手は3号艇谷本浩二、4番手から6号艇土屋が接近も、どうか3番手3号艇が優勢、先頭2番下出ゴールイン、2着1番木山、3着3番谷本、4着で6番土屋ゴールイン、5番4番とゴールインです。第1レースの着順確定をお知らせいたします。1着2番2着1番3着3番以上でございます。第1レースの払い戻し金はご覧の通りです。スタート展示と同じく外枠勢コース入れ替わって1、2、3、5、4、6とスタート展示と同じ並びのバックストレッチ側の6人です。残るカードあと4つ、 7.60 のボーダーから動かない状態が続いています。9レース戸田特賞の開始です。1号艇岡山木山誠一、2号艇埼玉増田博樹、3号艇福岡佐藤佳祐樹、4号艇大阪高畑敷、5号艇大阪小葉照吉、6号艇東京杉山貴弘、以上の6選手。
内枠勢は定番通り、前半3着勝負掛け圏内からは交代1番木山の陰線、意地を見せることできますか。こちらは前半4着で圏内から交代は増田博樹2コース、勝負がかかるのは3コース3番佐藤佳勇気 7.80 前半2着、2着で8点ちょうど、3着 7.67、 船券絡みが一つの目安です。本番も4コース角5番の小馬、5コース4番高畑、そして6コース6番の杉山、結局はスタート展示と同じ3対3です。進入体系インコースから1番2番3番5番4番6番です。スタートしました。3、4、5コースの3人好スタートを切りました。3コースからじわっと出るのは3番の佐藤か、しかし伸び返す1番の木山、内側シャープに2番増田の差し、3番佐藤か、少しここは行き手を遮られた格好、最内からは6番の杉山も上がってきます。スタートは前提正常でした。3艇4艇の集団から最内スルスルと6番杉山抜けてきますかどうか。内枠3人が追いかける1周2マーク、外から2番の増田の攻めですが1周2マーク空振り、完反撃をつくのは3番佐藤香がくるっと回って2番手争いです。6番杉山、この間にリードがじわりと広がります。2番手捕まえてわずかに前に出るのは3番の佐藤香、しかし外に2番の増田、最内には1番木山が控える2周の1マーク、2番手は振り切ってきた3番の佐藤香、3番手はなんとか差し返しが届くのは2番の増田、6番3番2番の上位体系、これからレースは2周2マークへと向かいます。先頭と2番手も2艇身半ほど、3番佐藤香がじわりじわり6番杉山を追い詰めていく2周2マーク、それでもしっかり止まる6番の杉山、さらにじわっと定間を縮めようとする3番佐藤香ではありますが、まだ先頭は6番杉山のまま、相変わらず3番手2番の増田雄星、1番木山4番手争い、最終周回に確定が入っています。懐空いたところ見逃しませんでした。6番杉山先頭、さらにさらに差を縮めようと3番の佐藤か、手が届きそうなところまでは来ますが、まだ一定審判ほどリードは6番の杉山、それでも追い詰める3番の佐藤か、2番増田3番手変わりありません。さあ見る見る間にリードがなくなって外から3番佐藤かかぶせていくも、ここは振り切った6番の杉山、ラストターンバックトップで戻ってきます。3番佐藤か追撃2番手、8点ちょうどで予選を得そう。2番の増田3番手、先頭6番杉山ゴールイン、3番佐藤香ゴールイン、2番増田ゴールイン、5番1番接戦でゴールイン、ラスト4番高畑ゴールイン。雲行きの方が怪しくなってきました。風は2メーターほどの西風、ホーム側緩やかな追い風の競争水面で向かいました。第6レース、出走メンバーは1号艇岡山の木山誠一、2号艇大阪の野添隆弘、3号艇福岡の高田良次、4号艇広島の石田剛、5号艇大阪の笠木博之、6号艇は福岡の篠原翼、以上の6人の選手によって争います。ゆっくりと1コースで入ってくる1号艇木山誠一、2コースには人気の中心2号艇野添隆弘、3コース近況勝率アップ、地元3号艇宝田良次、引っ張った4コースには5号艇の笠木博之が入りました。ピットで遅れました4番の石田剛は本番5コースからの戦い、6コースが6番の篠原翼、3対3のスタイルインコースから1番2番3番5番4番6番です。スタート3秒前、スタートしました。
第6レース若干内側に手がへこみました。伸び返す1号艇の木山誠一、1周の1マークインサーキ前、そしてくるのは2号艇の野添隆弘。さあバックストレッチ並んだ1番の木山誠一、2番の野添隆弘、1号艇2号艇並走。スタートは前提正常でした。1周の2マーク2号艇野添隆弘が先行します。1号艇の木山を突き放す2号艇野添が先頭です。1番の木山2番手、上位2艇は2番と1番、その後ろ3番手が3番宝田良次、迫る4番手に4番の石田剛。2周の1マーク2号艇野添が取って折り返す、2番手1番の木山に攻める3番の宝田かわしました。1番の木山2番手の位置をキープ、そして3番手に上がってきたのは4番の石田剛、3番の宝田4番手に交代、上位体系は2番1番4番と変わっています。2周の2マークトップ旋回は2号艇の野添、2番手が1号艇木山、3番手4号艇の石田もたついた。さあ追い上げてくるか、3号艇宝田体勢立て直した。4番の石田は3番手の位置をキープ、2点審査で追いかける3番の宝田、後ろは5番の笠木、6番の篠原。最後のバックストレッチ先頭は2号艇野添隆弘です。2番手が1号艇木山誠一、3番手4号艇の石田に迫ってくる3号艇宝田。さあ4番3番わずかに停止した。ラストターンマークトップで旋回は人気に応えた2号艇野添隆弘、2番手が1号艇木山誠一、3番手4号艇の石田剛、ラスト切り込んでくる3号艇宝田。さあ3着は4番か3番か接戦。まずは先頭で2番五輪、1番五輪、3番と4番、4番と3番は接戦で五輪、5番五輪、6番五輪、以上前提五輪しました。第6レースの確定は1着2番、2着1番、3着4番。なお3着4着の着差は約60センチ。3着4着の着差は約60センチでした。ボートレース江戸川、気温が下がってみぞれ混じりの雨が降っています。シリーズ初日の戦いは第6レース予選競争です。対戦メンバーです。1号艇岡山木山誠一、2号艇埼玉中里正史、3号艇東京馬場剛、4号艇東京森博幸、5号艇長崎高木啓太、6号艇福岡今林義樹、以上6選手です。陰線1号艇木山誠一、今日この紅白一走に集中です。2コース2号艇中里正史、3コース人気の中心3号艇馬場剛、昨年9月当時のルーキーシリーズで優勝を飾っています。4コース角14号艇森博幸、5コース5号艇高木啓太、長崎の121期生今節江戸川初参戦です。6コース6号艇今林義樹、今日のオープニングカード角まくりで制しています。人気は3号艇馬場から1号艇木山へと集まっています。スタートまでは10秒切りました。第6レース予選競争です。
進入隊形はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。スロー3抵抗スタート、3コースから3号艇の馬場がトップスタートを切っています。レースは1周1マークです。逃げる1号艇の木山、まくっていく3号艇の馬場、差しは2号艇の笠戸でバックストレッチへと抜け出しています。先頭は1号艇木山、内側から差がなく2号艇の笠戸、アウトコースに3号艇の馬場、4号艇の森と追走しています。スターター前提正常でした。1周2マーク、突破争いは内側から2号艇の中里先生、差し返して1号艇の木山、さらにその内側を3号艇馬場方面へ取り返しています。先頭争い三つどもえ、インコース3号艇の馬場、アウトコース2号艇の中里、ちょっと遅れを取った3番手に交代1号艇の木山、その後ろ2艇進行方に4号艇の森が追走しています。2周の1マーク、トップで3号艇の馬場が旋回、2番手2号艇の中里、3番手が1号艇の木山でバックストレッチです。先頭争いですが、インコース2号艇中里、アウトコース3号艇の馬場と並んでいます。その後ろ離されて1号艇の木山、4号艇の森、2周の2マーク、突破争いは内側から2号艇の中里先生、差しを狙って3号艇の馬場で方面と折り返しています。突破争いマッチレース、インコース3号艇の馬場、アウトコース2号艇の中里、競り合い続いていまして大時計前を通過、レースは最終周回に入っています。3周の1マーク、突破争い内側から3号艇の馬場が先制、続いていく2号艇の中里で最後のバックストレッチ、先頭争いは3号艇の馬場剛が競り勝っています。リードは3艇身、惜しくも2番手に2号艇の中里正志、3番手が1号艇木山誠一、上位の体型3番2番1番、3選手抜け出していまして最終コーナーです。トップで3号艇の馬場が旋回、2番手2号艇中里、3番手1号艇木山方面と折り返しています。3番2番1番で間もなくゴールです。先頭3番馬場ゴールイン、2番中里ゴールイン、1番木山ゴールイン、4番森、5番の高木、6番今林ゴールインです。以上6レース予選競争でした。